俺ちょっとお前にさ言ってなかったことがあんのよ。え、何やねんお前。あれかお前 YouTuber のヒカルさん切れさせたお前やった。違うわ。え、絶対ちゃうやろ。お前謝罪してた。遅い遅い遅い。そのノリに便乗するにしても遅すぎるわお前。遅い。いや違う、言ってなかったこと。でも俺テレビでさ、このゴールデンの MC とかもやってみたいねんけど、はい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 、あの料理番組の先生、おこれちょっとやってみたいねん。へえ、興味マイナス4。興味持てよお前。いや、そば少しは興味を持ってくれよ。あ、そうですか、だからちょっとこれやってみたいから、はいはいはい、お前料理番組の司会者やってくれ。司会者ね、うん、あ、オッケー、つかの間。さあ、始まりましたおしゃべりクッキング。あかん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 、司会あかんかん、上沼恵美子入れる。何も持てねえやろ。ええわけないやろ。なんであかんの。お前 M1 の時から上沼さんにこっちハマってへんねん。いや、まあ正確に言うと M1 の1年半前からかハマってない。いらんこと言わんでええわ。あの、恵美ちゃんね、黙れよお前。ええねん、そんなの。もう普通の司会者でね、あのオリジナル番組で頼むわ。オリジナルで、うん、さあ始まりました衣食住の食。変なタイトル。なんか変なタイトルやな、それ。なんかカッチカチの。え、なんやろ。なんかもうちょっとなんかポップなやつやるやん。もうあのノンスタイルクッキング、これでええわ。さあ始まりましたノンクッキングスタイル。料理作らへんやんけ、ウーバーイーツ頼むんか。ノンスタイルクッキング。さあ始まりましたノンスタイルクッキング。司会の名前はまた来週。今言えよおい。なんで来週に持ち越すねん。今言わんかい。司会は私、ミシュラン三つ星レストラン料理長林でございます。身が重いわおい。身、お前三つ星の料理長のになんで俺が料理教えんねんってなるやろか。もう普通の人で。一般人の林です。誰が出てきたんのよ。まあ、もうそれでええわ。はい、今日はお笑い芸人兼、料理研究家の井上先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。今日は私のためにネタをしてくださるんです。徹子の部屋か。ないわ料理番組で。そんなやってくださるんです。いらんいらんいらん、徹子のノリはええから。ですか。それでは今日、作っていただける料理の前にですね、今日はまずですね、買い出しだけの日でございます。料理作らせろやわ。今日は買い出しの日でございます。何や買い出しの日で。ほぼ初めてのお使いになるやろそれったら。料理作るからええねん。はい、今日は何を作っていただけるんですか。イカと大根の煮物です。イカと大根の煮物。へえ、イカといい大根といい相方さんといい白細長いものが好きなの。たまたまやわ。別に意識したんちゃうねん。たまたまそうなっただけやわ。それですか。うん、ではですね、これから料理に入るんですが、はい、基本、沈黙でお願いします。喋らせろよ。見たことあんのか無言の料理番組。喋らないで。料理工程を喋りながら作るからええねん。そうですか。当たり前やろが。よろしくお願いします。ではまずですね、大根を一口大に切っていきます。切っていきますね。そしてこの大根をですね、はい、水から茹でていきたいと思います。水から茹でていくんですか。ではその水から茹でていくところをハイパースローで見ていきましょう。見応えなしよ。水から茹でてるとこ、まあ、ほぼ静止画やぞお前。ハイパースローなんかで見たらお前。すごいですね。いや、いらんいらんね、余計なことせんでから。ですか。さあこの大根に火が通ったかどうかね、この竹串を刺して確認したいと思います。コント大根の気持ち。何すんの。いら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 。おいやめろやめろ。おい、なんか食べにくなるやろこの後な。嘘だろ。おい、食べにくなんねんってな。ね、これが本当の大根役者って。また来週。終わらせるな。お前の都合で勝手に終わらせるな。余計なことせんで、また工程やるから。そして切ってやったイカの切り身を鍋の中に入れます。いつの間に切って。醤油を4分の1カップ。カップってなんやねん。お酒を2分の1カップ。まだカップて。みりんを3分の1カップ。カップカップ。うるさい。そう、しょうもないのにやめてくれ。これで一煮立ちさせたら完成です。はい、その煮立ったですね、イカと大根の煮物を食べた後の器がこちらです。何見せてんねんおい。いや、完成品見せろよな、おい。ではこの器を、井上さんにですね、ハイパースローで洗っていただきましょう。絶対嫌や。もうええわ。出した。さあ今回のネタは料理番組の先生です。はい、これもまあ古いか。これも古いですね。これ多分ね、ほんまにもうネタなさすぎて、なんか1分でやらなあかんやつがあって、でもうネタなさすぎてもう何もないってなって、急遽作ったネタやったんですよ。なんとなく覚えてる。覚えてる、うん、俺衣食住の食はめっちゃ覚えてるもん。あ、覚えてる、うん、あそこの一ブロックめちゃくちゃ覚えてる。もうね、ほんまに困ってましたね、うん、この時多分だからレッドカーペットとか出てた頃やろな。多分あの頃やと思いますね、うん、1分ネタブームの頃。1分ネタブームで、うん、なんとか逃げ切ろうと思って、うん、であのコント何々の気持ちやってたやってたみたいな。もうもっとあったよな昔は。ありましたありました。はい、もう逃げ切る系のパワーで、うん、はい、でしたね。もう構成だなんだ関係なく
もう大きい声と、はい、笑いやってますというパワーで、はい、熱演で。だから今回だいぶ伸ばしましたよ。まあそうやろな、はい、うん、ほんまに台本見たらお前ペライチやったんで。ああ、まあ確かに、はい、をだいぶ引き伸ばして引き伸ばして、うん、はい、作りましたね。ね、懐かしいな。でも懐かしいですね、うん、まあでもね、こういうね、まあ、つかみでこの YouTuber ヒカルさんの話とかがつかみになるっていうすごい時代がやってきましたよね。いやそうよ、はい、でそれでウケるし、もう認知してるしな。いやそうなんですよ、うん、すごいですよねほんまに。なあ、はい、もう今芸人が乗っかってってるんですもんね。だってあれそのヒカルさんのやつも折れちゃうかっていうのも誰かが言うてたよな。ああ、あれさらばでしょ、うん、あ、さらばは多分言ってないけど。え、さらばちゃう、さらばじゃなかった。だってなん M1 にも出たことないとかやったから、うん、さらばは割と全部調べておらんってなったよ。あ、そう。そうそう、あの、いや森田は言ってないけど東袋が言ってた気がするで多分。あ、東袋がなんかさ、うん、言ってた。東袋がどうせ井上さんやろっつって、うん、言ってた。みたいな感じちゃうかと、うん、俺は M1 だから光さんが言ってない M1 出たことなくてみたいなのだったよね。な、ああそう、ね、M1 で結果残したことなくて。あ、はいはいはい、俺でもその人がさ、うん、誰か聞いて、はい、めちゃくちゃドヤ顔で言うてますけど、はい、でも、はい、聞いてんけどさ、はい、大元の出所がさ、はい、トロサーモン久保田やねんけどどう思う？あ、で久保田が、はいはいはい、昨日って喋ってさ、うん、まあ俺はまあいろんな流れで聞いてんけどその人の名前は、うんうん、この、ヒカルさんがおっしゃってた方、うん、最初おらんってなったやん。はいはいはい、それこそさらばの森田が、うん、もうタレント名鑑でぶわー全部調べたと、はい、調べた結果これはいないんじゃないか。あ、でそれでさすがヒカルさんと、はいはい、いないところからこのちょっとまあ炎上じゃないけど、はいはいはい、話題作ってみたいなんで、やっぱそうやな。俺らも見ててあおらんねやろなと思ったけど、やっぱ久保田スポーツは、はい、いるぞってなって、はい、なんか情報仕入れたっつって、はい、楽屋におる若手とかから、はい、教えてほしかったら500円払えて全員に500円払わせてんで、恐ろしいな恐ろしい。そのほんまかどうかも分からへん情報を。すごない。あ、ちなみに僕はね、あのカジサックから、うん、あのもうこういう騒動になる前に、うん、あの話聞いてたんで多 分、うん、多分 それその人やろうなっていうのはあるんです。はい、だからお前もそれでみんなから500円取れるで。いや、だここにいるスタッフに教えてほしかったら500円払えって。俺もそれやりだしたら終わりやと思う。すごいよな、たくましいよな。いや、これをたくましいと言って許してしまうからダメなんですよ。でも払ってんねんもんみんな。いやいや、干しましょうあいつを干しましょう。イーノーチャンネルだよ、あいつの。ほら、おい、ガーシーチャンネルみたいに言うな。おい、あるやろお前、あいつの日本では手に入らへんはずの酒を飲まして、女の子を飲ましてみたいな、あったやろそんな。まああった。まあ久保ちゃんとはな、もう長いし、うん、いっぱいいろいろ遊んできたから、うん、そやな、あいつの話はいっぱいあるな。カラオケボックスにウィーンって入ったら中からキャーッつって女の子がなんか走って逃げてって、その後ろをプッが追いかけるってなったら、アウトやないかお前アウトやないかもお前。いや、それはなんか鬼ごっこしてたんちゃうか。なんか鬼ごっこしてた、鬼ごっこしてたやろカラオケボックスの中で。絶対アウトやないか。殿様の遊びや、殿様の。徳川あの豊臣秀吉みたいな遊びしてたんやろ。いやいや、だからアウトやないか懐かしいな。まあね、いやまあでもね、まあ、YouTuber さんがこうネタに入ってくると、うん、ね、まあ去年ぐらいですか、カジサックをつかみで使ったのがあって、それからもうどん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 こう YouTuber さんの名前がこう有名になっていって、いやすごいですよね。これでももう結構ギリギリのタイミングかもな。正直料理番組、うん、もう
今ほとんどないやろ料理番組。まあもうね、あの終わっていったやん。もうほとんどなんかネット上でね、もう上から定点で撮ってるやつばっかりですもんね。そうそうそう。ほんで、まあ、亀山さんの番組もそうやし、うん、テレ朝かなんかの老舗料理番組も長い歴史のやつも、この春で終わっちゃったから、あほんまにもうあと3分クッキングぐらいじゃ残ってんの。あの枠だから井上さんがこう入り込んでいくみたいな3分クッキング、はいはい、男の茶色飯っていうので、井上さん得意の茶色の料理でキューピー一社提供の中、キューピーではないですよ、もうキューピーにちょっと降りていただいて。キューピー降りんの？はい、3分クッキングといえばキューピーがこの人形がこう動いてさ、それもう無理です、無理です。よくわからん野菜たちとこう踊ってるやつやんか。無理ですもん、茶色ですから。はい、入ってくれるかな、どっかスポンサー。おたふくに入っていただいて。めちゃくちゃ茶色やんほとんど最終ソースかけて終わりやん、ね、なんか焼いてソースかけて終わりやんな、そうなると12は完結ですねなあ、でも料理番組俺好きやからちょっと頑張ってほしいよな、本当。料理番組ね、いやそこはもう井上さんが引っ張ってください。いやでもほんまに出たいもん。ああそうなんですね。うん、あの先生とかじゃなくてもいいから、この食べる司会者でもいいし。はい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 、うん、今だから俺あれ何やったっけな、アマゾンプライムやったかフールか忘れたけど、その地方の、うん、もう情報番組の、うん、その料理コーナーだけ永遠配信してるチャンネルあんね、チャンネルその番組が、うん、だからそんなん見てるもん。それ見て今日の晩ご飯何しようとかやってるもん。へえ、うん、そうそう。ああそう、じゃあそれはもうこのチャンネルもそっちに切り替えます？え、料理番組チャンネルに。いやだから俺たちはネタやった後に、今までアフタートークやったけど料理やった後にお前の料理が、うん、ちょっと一回、うん、チャレンジしてみよう、うん、はい、一回な、このネタを見た後の料理はこちらでそうやな、はいはい、うん、ちょっとそれはもう考えよう。そうですね、ちょっとネタで胃もたりしたやろから、はいはい、さっぱりそうめんでとか、なんかそういうことやろ。はいはい、うん、だから今日なんかほらイカと大根のね煮物を作ればもう完璧じゃん。まあまあいけるよね。だからそうなったら毎回毎ネタ毎ネタワードだけでいいから料理名入れてくれたら、まあ料理名は今入れるのか、もしくはもうこじつけでいくか。どういうこと？それマグロやんみたいなこと言ったら、今日はマグロを使ってうかつなツッコミでけへんな、それ できないです、はい、そうね、そういうことがあるかもしれないですからね、あるかもしれません。お楽しみにということでございます、はい、いいねチャンネル登録お待ちしております。また次回お会いしましょう。さよなら、さよなら。